2005年の中日ドラゴンズでは、2005年の中日ドラゴンズの動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは、落合博光監督の2年目のシーズンである。50年ぶりの日本一こそならなかったものの、就任2年目の落合監督は、今年は部位にして、頂上も勝ち取ると宣言。横浜から遺跡のタイロンウッズを始めた津波和義、 福留孝介など、前年の優勝メンバーが打ちまくる4月は16勝9敗で、開幕ダッシュに成功。しかし5月4日のヤクルト戦で、ウッズが藤井集合を暴行して、退場になると、運悪くその年からスタートした、交流戦は開幕早々9試合で2勝7敗と、つまずき、さらに5月21日からの連敗もあり、月間11勝15敗と負け越し主位から陥落。 6月には5連勝するも4連敗するなど、一進一退が続いた。それでも2年ぶりの優勝を目指す阪神になんとか、暗い月8月終了時点で0.5ゲーム差まで、接近するも、9月以降は負けが混んで、阪神に引き離され連覇はならず。投手陣は前年 MVP の川上健進が11勝、中継ぎの岡本信也が10勝を挙げたものそれ以外の、 投手が軒並み調子を落として、チーム防御率は、前年の3.86から4.13でリーグ4位に、交代。打撃陣はウッズが38本塁打と103打点で、チーム2冠王の活躍を見せ、福留が最多2塁打、最多出塁率など、個人の活躍はあったが、チーム打率は、269でリーグ4位に終わり、チャンスの弱さから、 リーグ最多の123閉鎖だを記録した。ありがとうございます。